喉が。さっき雑談1本撮って耳かき雑談撮ったんですけど、その後にこのちょっとお腹減ったな、でも普通にがっつり食うのは時間的にもかかる時間的にもですね、自分は0時過ぎてもがっつり食えます。で、まあそういうのもありだしなと思って、ヨーグルトとグラノーラ、最近ヨーグルト作るのにハマってまして、R1 を種にヨーグルトを作っているんですが、ヨーグルト、グラノーラ、蜂蜜っていうのを食べてきたら腹が活性化して、もうお腹の中がぐるぐる動いている感覚があります。あと絶賛口の中がうがいしたんですけど、ヨーグルト感、あとなんかちょっとなんかグラノーラが挟まってる感じがあって、すごい気持ち悪いです。だからまあそのグラノーラが挟まってる人に近くで話されてるってのを想像して聞くと、非常に気持ち悪い。なんか吠え、なんか犬が吠えてる。あと耳かき雑談のでも言ったんですが、絶賛雨が降っており、まあ雑談に関しては雨の音とか、まあ、周りの音はあんまり気にしてないんで許してください。みぞれが降るっていう方だったんですが、全く降る気配がありません。で、何の話なんだっけ、で、話すね、ネタは特に決めておりません。で、雑談は割と1日2本しか撮れないこととかもあるんですけど、ちょっと2本だとあんまりも少ないかなって思うんで、なんとか3本撮りたいと。で、そうなると一個一個の時間は短くしないとダメだなってことで、短いと思いますがお許しください。なんか個人的になんですけど、20分以上だったらいいのかなっていう気はするんですが、どんな感じなんでしょうね、皆さんは。まあそれも何かこのぐらいの時間がいいっていうのがある方は書いてみてください。話す内容がないんだよね。ない。何を話せばいいんだ。しりとりしかない。ここは、まあ、海の ASMR という人物は なんだかんだしりとりで話を展開していく人間なので、まあ、知らない人がいたら覚えてください。お願いします。ちなみにマイクは 3DO を使っております。はい。ではもうその 3DO の特徴である耳を全く触らないという感じですね。何話そっかな。しりとり、りか、毎回りでつまずいてるんだよな。りか、リザードもダメだし、リボンちゃんもダメだし、リなくね。あ、リトマス試験紙。リトマス、しでいいのか。しでしょ。しなんかこれ、しっていうのなんかあった気がする。なんだっけ、忘れた。しまんとがわ、わびさびわさび、しまんとがわからの、なんか話膨らませるしりとりにしたいんだよな。しまんとがわのわさび、わさび、女性、島。
人はビビって言ったら、あのルフィじゃなくてあの時はね、ま、漫画のあワンピースだ、ワンピースの方になると思うんですけど、まあ、個人的にはファイナルファンタジー9の黒魔導士のビビがランクイントップにランクインするしますね。こうやってこうなんか横にこうやって移動してると椅子がギシギシになってうるさいっていう、でも雨の方がうるさいからまあ気にしないでいくか。まあ、あのワンピースのビビじゃなくて、あワンピースのビビ以外がトップにランクインした人は何がランクインしたかぜひコメントください、お願いします。わざピーピーピー、またピーか、ビビアンスだからウなのかスなのか、ウにしましょうか。じゃあうんこの後はあ、じゃあうんこの話しましょうか。うんこの、あ今日調子いいな、このテンポで話を展開できる場合は割と調子がいい時かもしれない。うんこあの、あでも今のところ絶対なんかうんこって言いながら笑い始めて怖いんだけどとか書かれそう、書くね。そのうんこで思い出したんですが、あの割と自分はうんこの話をですねしても大丈夫な人なんですけど、その動画とか、まあ、SNS 関連でいきなり自分のところに来てうんこって言われるとすっげえ腹立つんですよね。だから、まあ、なんか自分は自分の場でうんこの話をするけど、絶対に人のところに行って急にうんこの話をするのは絶対にダメなんだなって反面教師というか、まあ、誰でもわかると思うんだけど、あの YouTube とかでたまにうんことかちんことか、まあ、なんか下ネタを言うやつがいるんだけど、あれは小学生なのかな、でもね中学生以上で喉があった、まあ、高校生まあダメだね、中学生まだよしとしよう、高校生になっても YouTube とかそういう SNS でいきなり自分の場じゃないですよ、自分のチャンネルとかで言うならいいんだけど、その別の知らない人の動画に行ってうんことかなんか例えばなんかエロいコメントみたいなそういうの書いてる子はちょっと、あ自分危ないんだなって思った方がいいと思います。特にこれからの喉がヨーグルト食った喉がめっちゃ鳴る、これからの時代特に女の子とかでもなんかそのエロいみたいなコメント結構来るんですけど、特に ASMR 動画はそういうコメントする子は割と危ねえんだなって思った方がいいと思います。多分セカハラとかああいうのってなんとかハラみたいなことはもう大人はもちろんダメですけど子供もダメだからね、でこれからの時代になるんじゃないかなって思います。昔はなんかいじめといじりの境界線みたいなよくわかんないままいろいろ進んでたけど、まあ多分これからの時代はダメなんだろうかね、全部厳しくなったなと思いますね。まあそんなこんなで、そんな説教なんて全然したくないんですけど、うんこって言われてムカついたことがあったんで、まあムカついたって言ってもまあもう本当その時だけムカつきですね。皆さんはそういうイライラしたこととかってありますかね。その一日経ってもイライラしてるとか、なんならもう一年後でも一生そのことを思い出すとくっさってなる時と、さっき言ったみたいな、なんか友達にちょっとイラッとすること言われて、その一瞬だけちょっとイラッとするみたいなことあるじゃないですか。まあ、なんか一瞬だけちょっとイラッとしたけど、まあ10秒後くらいにもう忘れてるみたいなことがあったら、ぜひ教えてください。うんこの話まだあるんですよね。うんこで言うと、ちょっと水飲みます。喉が痛いんで普通に喋りますが、うんこで言うと
そのさっき R1 ヨールドを作って食べてるって言ったんですけど、ぜひベンズとか腹のこのゆるくなっちゃう人とかいたら、自分に合うヨーグルトを探してそれ食べてみるのいいと思いますよ。あ、自分は R1 しか、あ、まあ普通のヨーグルト食べたことあるけど、ブルガリアとか、ビフィズスなんたらなんかんたらみたいな、ただそれを除いて普通にもうなんか何でもいいですよ。自分でこう合うのを探して、まあ作るってなるとめんどくさいって人もいると思うけど、そのR1一本って普通に30日間続けたら結構値張るじゃないですか。いやでもな、俺がこれはなんかそういうのにうるさい、お金うるさいみたいな感じだからかな。どうなんでしょうね、これも。なんか自分はこう、なんだよ、ランニングコストというか、全体で見ると高いなって思うものに対しては、割とこう慎重になっちゃう人なんですけど、例えば昔プロテインとかたまに飲んでた時も、これ結構年間にしたらかさむなみたいな。で、そんなに俺プロテイン飲むほど鍛えてないしなとか思っちゃったりするんですけど、だからまあ特に、ね、そう高いからヨーグルトメーカーを買って作ってるんですけど、いいっすよ。あの本当ヨーグルトを寝る前に、今一口じゃダメだろうけど、もうちょっと食べるだけでうんこがモリモリ出ます。うんこが本当にモリモリ出ます。大事なことなんで、ね、2回言いましたけど、だからまあもしそのお腹の不調を抱えているのであれば、まあ R1 飲むだけでもいいですし、まあ、なんなら多分 R1 は別に、あ、これは別に誰がそう、あの、それでも大丈夫だよって言ってるわけじゃないんで、あんまり信じないでほしいですけど、 R1 だけやなと思ってたら、多分だけど1日1本じゃなくて1日半分くらいでも全然十分効果はあると思うんですね。だからコンビニ寄って、あ、なんかお腹整えたいなと思った R1 をその口つけちゃダメですけど、1日、あ、2日に1本飲むみたいな感じも全然いいと思います。ぜひぜひ試してみてください。うんこがマジでいっぱい出ます。なんか今までのうんこは成長剤が決まった時はそういう感じだったんですけど、決まんないと、あの、なんて言うんだろうね、食べたもの全部がうんこにはならないと思うんですけど、明らかになんかうんこになった量が少ないみたいな時ありませんか？それが R1 うんこだとR1 うんこだと、あ、マジでなんかもう食べたもの全部うんこ、 100% うんこみたいな。して、これも花粉症
ドバドバタイプってなんだ、うん、まあ液状のね R1 を買ってヨーグルトメーカー、まあ自分で温度調整できるならそのお湯とか置いててもいい、湯たんぽとかでもいいのかな、いいと思うんですけど、まあ菌が増殖する40度ぐらいで18時間じゃ無理だな、12時間とかかな、最低10時間ぐらい置かないといい硬さにはならないんで試してみてください。俺もヨーグルトメーカーでヨーグルト10本ぐらい作ってるんで、ヨーグルトビギナー脱出したんですよ。ヨーグルトビギナーですかね、もう。ああ、だからヨーグルト中堅ですかね、今。もうヨーグルト10本作ったという自負があるんで。多分でもな、これコメントで、私もここ5年間ヨーグルト作ってるんで、もうベテランですみたいなやつが出てきそうだな。まあでも、俺の方がヨーグルトを食って、ヨーグルトうんこもいっぱい、R1 うんこもいっぱい生産しているんで、ランには負けないと、負けていないと思います。何の話してんのこれR1 うんこの話してたきちゃん。まあでもな、しりとりでうんこが出ちゃったからしょうがないな、うんこだから。まあ仕方ない。あ、もう20分経ってる。というわけで R1 とうんこの話でした。まあなんか最初も言ったけど、雑談をまた聞きたいという人はぜひコメントを残してください。お願いします。コメント残し、まあこういうことが、まあ押したけど押して、あの雑談でこういう話してくださいとか、雑談でこういうことをしてください、タッピングしてくださいとか、耳返してくださいとか、マッサージしてくださいとか、あったらマッサージはあ、マッサージできた。まあいろいろね書いてみてください。お願いします。では、さよなら、おやすみなさい。うんこの話を聞きながら寝れた方はすごいですね。さよなら、さよならってなんだ。はい、さようなら。海野でした。じゃあね、バイバイ。